はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やすでございます。楽事情と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、是非献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、でそしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうためにですね、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単なことなのでね、ぜひよろしくお願いします。はい、昨日の動画とまたちょっと違うタイプの話を今日はしていきますのでね。はい、今日はですね、先日の通院で、口腔外科、歯科口腔外科にね行った話です。相変わらず口の中のただれはね続いてるんですけども、先日お伝えしたように口の中へのもう薬をね使わない方が痛みが少なく、ただれてる範囲もね狭くなってきてるんで、もう今は口の中には薬は何も塗ってないんですよ。そしてその薬を使ってないことを先生に伝えるとですねこうちょっとなんか苦笑いをされたんですね。ほんで先生はね、あたかも何も聞いてないかったかのようにこう言ったんですよ。このまま薬を塗り続けてもらってくれたら症状が落ち着いてきますのでね、以前お渡ししてる粉末の薬があるでしょ、あれ使ってください。喉の手前の上側に症状が出てますのでね、粉末の方が使いやすいですよって。薬を使ってなかったことに対して苦笑いだけで済ます先生ってどうなんってね思いましたけど、僕はもっと驚いたことがありまして、また薬が一番最初の粉末の薬に戻ったんですよね。粉末の薬ってね、これも以前からずっと説明させてもらってるんですけども、その粉末の薬っていうのはね、ただれていない傷口以外のところに、その薬が付着してしまうとですね、カビ菌が発生する恐れがあると説明を受けてるんです。カビ菌ですよ。怖いですよね。でその粉末の薬で症状が良くなってきているのにクリーム状に変えましょうっていうね、その以前にもお伝えしてるんですけども、このやり取りをもう2回してるんですよ。2回。それなのに今回また粉末を使いましょうって言うんです。粉末クリーム、粉末クリーム、そして粉末でしょ。だからもう3週目に突入しましたね。っていうかね、おかしいなって思うんですよ。他に薬ないんかなってね思いませんでもこの世の中でね、口の中のただれで悩んでる人間が、僕しかいないのであればしゃあないんですけど、そんなことねあるはずがないんで、僕はそんな特別な人間でもございませんのでね、っていうのをね、もうほんま先気づいたんですよ。絶対他に薬あるはずだけどなーって。次回は4週間先になるんですけども、覚えてたら先生に聞いていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方々に届きますように願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。